今朝町田市役所を表敬訪問したのは、今季4年ぶりにサッカー J2 の舞台で戦う FC 町田ゼルビアの選手全員です。市役所の玄関では職員およそ100人が揃いのゼルビア T シャツを着て選手たちを出迎えました。そして手作りのステージで選手を代表してキャプテンのリ・ハンジェ選手が挨拶しました。早朝バタバタしている中でここにいる皆さん、そして町田市民の皆さんとともに町田市を大いに盛り上げるべくピッチでしっかり戦っていきたいと思います。続いて選手たちは石坂市長と会談。石坂市長は選手たちへエールを送りました。長丁場ですから、怪我をしないようにやっていただきたいと思います。今年1年スタートにいいスタートを切られるように頑張っていただきたいと思います。今日から町田市では職員がゼルビア T シャツを着て公務に当たるほか、職員が利用する車やゴミ収集車などにもゼルビアの試合日を貼るなど、市を挙げてゼルビアを盛り上げていくことにしています。町田の団結力を見せてくれましたね。ゼルビアの開幕戦は今月28日ですが、およそ1万人が入れる町田市立陸上競技場のチケット売り切れ間近ということです。